ある男性から聞いた話です小学生の頃おじいちゃんの実家に行った時のことおじいちゃんはその時もうすでに亡くなっていてでその家は基本的に空き家になってるその家は法事だとかお祭りなんかで年3回くらいその家に親戚が集まる形として使ってた家はすごく古い家で男性枠。く 台所が土間でその上にすのこが引いてあるようなそんな古い家なんですまあそんな家だったんですある年の正月のことその時も親戚一同が集まって日中に法事を行ってその後お祭りに参加したお祭りから帰ってきて夜も更けて親戚一同みんな雑魚で寝てしまったで彼はこたつに体を入れて休んでたふと深夜に目が覚めたんです ピンポーン不意にインターホンが鳴った彼びっくりしたんです時間深夜2時過ぎ彼曰く <laughs> そのインターホンがピンッポーンっていう一回押してためがあって話したみたいなそんな音でした寝静まってたから しんとした家にすごく響いたんです。この家、最初に言った通り、年に3回ほどしか人が来ない家なんです。こんな時間に、普段誰もいないこの家に、一体誰が、何の用があってインターホンをしたんだろう。彼は動けずにいた。するとまた、ピン ポーン音がした寝静まったようにすごく響く玄関は自分のいる位置からほんのちょっとだけ顔を上げると見えてしまうインターホンをしてる玄関真っ暗闇なんです暗闇の中から誰かが何かの用事でインターホンをしてる あの暗闇にすぐそこに何かがいるもう一人音に気づいている人がいたおばさんだったんですおばさんがもう目を覚ましていて誰だろうこんな時間に不安げにひそひそと声をかけてきたひそひそと話をしたんですが誰なのか一体何の用事なのか一切わからなかった そして玄関に確認しには行けなかったそうです男性を語る結局23回インターホンが鳴ってそれからはしーんと静まり返っていました朝になっておばさんと話をして考えてみるとおかしなことに気づいたそうですあのー、朝起きて冷静に思ってみたんですけどこの家 もともと古い家でインターホンなんか設置されてなかったんですよすでにこの家は他の人に売却されていて詳細は結局わからなかったそうですえー、インターホンという話です